Okay, welcome back. Yeah, that was much better, V-Sync. Oh man, it's still kind of bad. It loads really, really long. I mean, not longer than before, but kind of long. So I turn it off. So, alright, let's go. Let's go and continue the story. Because bring on down the side quest in this part here. For now. よし、これで。うん、二人。ああ、それはそうと、キリト、課外授業。そうか。喋り出したと思ったら、まだアインクラッド流を学び。いや、ノルキア流の格好。僕はそういう先輩、もっと初級から。ああ、初めてロニエに、多分。ん？だってお前は。俺が教えてないスラントの構えを一人これまで友情は僕はどうしても君うん何でも早く習得できるように友情は努力なぜば友情うんせゴルゴロッソ先輩僕はゴルゴロッソ先輩と同じように友情のことをよく分かってる人だったんだなうんバルディオ流は派手さがないけど恐ろしく実践的な人まあゴルゴロッソ先輩はなんだっけでもいや今でも思い出すなだって最初の稽古で素振り200回をめキリトだってリーナ先輩の指導でヒーヒーまあまあ僕たちもそば好きの時代にはああ上級集計そうだよだから僕たちなあせよしそれじゃあ次外出したとちょっとキリト君のいいしそういうわけじゃないけどまったくもうどうしたのティーゼユージオ先輩ごめんなさい今は休憩中だしためそれより何か先輩はお気づきかもしれませんが確かに白金菓子の木剣は優先度が高くはいほんの少しだけなんですがそうだね剣への愛剣への愛情うん僕も以前は青バラそうなんですかでも付き合いが長くなって僕の装備権限が上がったからでも僕は剣と剣士の関係はそんな風に数字だけで表せるよ仮に自分の権限よりずっと優先度が低い昔の僕がこの剣を触れなかったのはそんな風に思うんだよなるほど、うん、剣だけじゃないよ服もきっとユージオ先輩子供の頃から剣の訓練をしていましたけどでもそうですね一緒に頑張ってくれるこの子に感謝してうんそうしてあげるとはいそれじゃそろそろはいもちろんでお疲れ様ティーゼそうですかもしかしたらこうかさっき先輩が教えこの子を大切にしようそう思ったらいつもより本当かいそれじゃ片付けをしてうんユージオ先輩とキリト先輩ってううん特にないよロニエと一緒に考えたの遊びはい学院のあもちろんおそうだ僕たち気を使わせちゃそんなことないですありがとうそれじゃああいつがちゃんとロニエの指導生をおそれはえおいえ
なんでもないです。だからハイノルキア流の上段真上からか斜め右上から。なるほど。ではどうやって真上か。はい。心配したけどロニエとはうまくやってるよ。ちょっとユージオ先輩聞いてるんですか。ごめんごめん聞いてるよ。でなんだっけ。もう聞いてないじゃないですか。そのあんまり森が綺麗だからつい。珍しくなんてないですよユージオ先輩。へえ。そういえばティーザは王都出身だったよね。実家は八区ですから学院のある五区からはちょっと。そうなんだ。あれティーザは貴族出身なんだよね。父は一応六等爵士なんですけど。Oh no, this is a Eugene moment? Oh my gosh. I'd be like, Eugene, hit on her! 帝国行政府に近いお屋敷父なんか採血権。大丈夫。採血権を持っているのは。はい。ご些細なことで上級。そうか。はい。と大変なんだね。あの、私みたいな六等爵士の後。えっ。は、あの池のほ。うん。おい、キリト、ロニエ。ああ、腹減った。あの、私たちが作ったので。ああ、すっごく豪華な料理だね。おお。ちょっと待ってくださいね。店名を確認しますから。全部の料理の店名、確認しました。よし、それじゃ。キリト先輩、食前のお祈りと聖句を唱えてからですよ。あ、おっと、そう。それではアビ・アドミナ。うん、うまい。羽地家庭に勝るとも。うん、すごく美味しいよ。初等霊士は安息日にしか外出できません。そうだったの？言ってくれれば僕も買い物に。ユージオ君は図書館にいたからな。まったく。それにもうそこまで打ち解けていたなんて。キリト先輩は怖そうだけど本当は優しい方なのはすぐに分かりましたから。そうなのかい。まあともかくキリトがちゃんとロニエと打ち解く。なんだユージオ君はそんなに俺を心配してくれていたのかい。そういうわけじゃないけど、まあキリトはいつもなんだかんだ言って宿屋のおかみさんや子供に知らない間に好かれてるからね。確かにそう思えば心配する必要はなかった。そうだ、先輩たちは長い間一緒に。なあ、中堅学院に入るまでの1年ぐらい。キリトと来たら旅の道中いつも破天荒な。へえ、どんなことですか。まあ、おい、ユージよ、余計なことは喋るなよ。じゃあまずは僕たちが農場に居候してた時。あれは確かキリトが朝寝坊しそうになった。おい、それはダメだって。先輩たち。しばらく忘れられそう。ユージは覚え。君の武勇伝を話しただけで変なことは言ってないじゃないか。いや、それが恥ずかしいんだって。もう4時半ですか。早いですね。本当だ、そろそろ戻らないと。おいしいお弁当ありがとうロニエ。ユージオ先輩、今日は。こちらこそありがとう。お弁当もおいしく。改めてこれから1年間だから、いつでも。はい、ユージオ先輩、これからもどう。うん、君に。やあ。ああ。
おい。やれやれ。キリト先輩にユージオ先輩、お疲れ様です。いや、ロニーにティーゼ。珍しいね、二人と食…はい、あの…もちろんだよ。ああ、そういえば、キリト先輩とユ…うん、2年ぐらいはずっと一緒にいるかな。まさに、俺とユージオ君は運命…何その運命共同体…同じ道を目指すものって…なんだか二人ってとても仲が似た者同士はよくつるむもので。差し詰め、新たな曲芸の打ち合わせ。そうですな、ライオス殿。で、まあ、why had to choose the wolves? They had to choose the wolves. This dude chose the wolves. Only color yellow. しかし奴ら、きアンズルナウンベール。貴族とはいえ六等爵家。アンティノス修験士殿に。ジーゼック集権したの。貴様無礼だぞライオ。そして私を呼ぶときは自責をつけたまえ。That's what I mean. Nobody wore yellow at all. He's covering that yellow. 落ち着け、ウンベール。曲芸師はまさにそうですな。検定試験に。あの。ごめん、二人とも。僕た…いえ、そんなことはいいんです。アンティノス上級修験士とのと…まあ、初等練士の子…同じ上級修験…仕方ないよ。いや、貴族がみんなあんな人って…そんな、当然です。それどころか、先輩たちは衛兵隊からのわずか…私たちは、そんな狭き門を通ってき…そんなに…うん、なんだか恥ずかし…でも、ライオスたちには気をつけてね。そうだね、学院則に背く…はい、気をつけます。それじゃあ、先輩方、また放課後に。本日も稽古…次の授業は確かまったく何やってるんだよ。それにしてもライオスとウンベールが、ああ五等爵士以下の気をつけておいた方がいいね。キリト、いや何でもないよ。さっきなぜか嫌な予感がした。気のせいだと思いた。ユージオの言う通り、今後のライオスとウンベールの動きには。課外授業からさてと、僕は全く構わないけどね。しかも筆記の他に。仕方がないか。待って、やっぱり稽古に付き合うよ。それはありがたいけど。闘争生成の練習は次の機会に僕が手伝うよ。そこまで言うなら構わないけど。この間ロニエやティーゼとか。もちろん衛兵隊から聞いていた以上に。あの時僕は仕方ないだろう。でももしかしたらロニエやティーゼ実戦経験が少ないからなんて理由、うん、というわけだから。分かった、任せろ。Eugene, I'm gonna wreck you up, man. Who you think I am? Oh, yeah? Get. Just Kirito. Nanika, ittak. Yeah, none demo arimasen. Bure de wa nai. Laios to no yobu toki wa. Ma, yoi de wa nai. Sore ja, ore tachi wa. ライオスとウンベール、彼あいつらが主席と次席になるのも。キリト、どの稽古から始め。あいつらが修練場から出ていくまでは賛成。
いやはや、いつもなが毎晩毎晩あればかりだが。まったくですな。気にするな、ユージオ。うん、聞けば、ユージオ殿はどこぞの田舎で、きそのような事情があるのなら。おお、ライオス殿の画料どうかな、ユージオ殿。ライオ確かに二度とはない機会かもしれません。おい、言う前に、ナイオスたちは自尊心を僕にはそれが高い身分を鼻にかけ、そんな彼らの心根が分かった。それでは早速。いえ、せっかくのお申し出ですから。か、なんだと。それはそれはもちろん寸止めで、この上注文するのは。よかろう。わっ、では参るぞ。その無様な姿、あわよくば、そうはいくものか。ユージロ、そうだ、僕はバカか。剣士がけせー。 Only if there were anime or show the like image of the anime to find the scene。 そこまで。ライオス殿、俺、いや、わ、ウンベル。は、貴殿の真なる技。 お気遣い、痛み入ります。次は、僕は今でも構いませんが。剣を振り回すばかりが戦い。見事な剣技だったぜ。まだまだだよ。でも、次に戦うまでに僕も。大丈夫、友情ならきっと。なんだって。まあ、今のは別れの挨拶にも使うけど。へえ、それで友情。もちろんやるよ。思いのほか悔しいけどね。ずいぶん集中していたみたいだし。ありがとう。僕は分かった。先に。うん、な、別れの挨拶つっても、もうちょっと。ふん、ややこ。それじゃ。ドニエ、ティーズ、友情戦。また課外授業への参加が。が、もちろん行きますよ。ティーズも、もん。はい。ん？課外授業が終わった後、少し。もちろん大丈夫。ありがとう。それじゃあ、準備。Time to like kill a monster, come back, and more plot. Basically, they're gonna, well, more like spoiler alert, they're gonna tell Kira them that they also a trainee with those other two dumb dumbs. Yeah. So, whoopie doo, right? Whoopie dooby dooby doo.They could be like, Bakana! Nani? Kirito senpai! Kaifuku yaku to soubi no junbi wa? Batchiri desu! Soin sensei no jutsu. Yoshi! Hai! Hey, I have to go kill a monster! I need fast travel? Yes, I do.That's the funnest thing. I don't think I'm supposed to be like level like 20 only fight these like enemies. Yeah, cause they're only level 9? What? Thinking carry, yo. Thinking hella carry.
ティーゼ。Is that supposed to happen? I'm supposed to stay right in the middle? はい。Oh, I kind of screwed the cutscene. I did screw the cutscene up. Come on, Eugene. ごめん、ロニエ、ティーゼ、手助け。あ、謝らないでください。そうですよ。そもそも。いや、そんなこと。まあ、全員無事だった。俺たちが油断していたのは事実だ。はい、も自分たちも、それまでに。俺たちも頑張らないとな。さ、目標は倒したし。But nothing happened! Nothing happened, Kirito! What are you talking about? Alright, I think that's it for this episode. You guys already know what will happen next episode. Is more plot, and then one battle, and then more plot, and then battle, and more plot. All the way to the any, I believe. Well, not any, but. Dude! I finally realized I'm still in chapter 1-3. Oh my gosh. I mean, this part is a good point to be like chapter 1, maybe 2? Because I feel like this is better being chapter 2, but this like, I'm still in chapter 1-3 though. Yeah, we'd be fine, Eugene. We'd be fine. Yeah. Alright, see you guys next episode.